はい、皆さんこんにちは、森有です。今週のダイエットは7号食ダイエットでございます。朝昼晩玄米だけを食べるダイエットっていうのがあるんですよ、実際に。ということで2日目いきたいと思います。皆さんこんにちは、森崎有です。眠い。もう見て、このクマ、わかる？このクマわかる？このクマ、クマわかりますか？わかんねえが、とりあえずね、玄米もう飽きてる。はい、皆さんこんにちは。はぁ、3日目でございます。7号食はね、なんか3日目になってすごくお通じが良くなった気がします。なんかすごいね、やっぱね、玄米だから飽きる。もう飽きしか言ってないけど飽きる。歯応えがすごくあるから食べてる感はあるんですけど、おかずないので、やっぱりね、ご飯食べてるとおかず欲しくなるね。死にそう。あのね、奥歯に詰まってんだ、玄米絶対詰まってんだ。今奥歯絶対詰まってるからね。こんにちは、森エビです。今日は4日目ですね。すっごい飽きてきたので、もうすごい飽きたっていうか、1日目から飽きてるんですけど、ごま塩使っていいみたいなので、ごま塩をフリフリして食べてみました。相変わらず刺さるね、歯にね。刺さりますわ。なんかね、飽きちゃった。私結構なんか1週間さ、いろいろ食べてきたけどさ、こんなになんか飽きたダイエット初めてかもしれないぐらい飽きてる。なんだろう、この噛み応えというか味のなさというか。でも玄米の元々の味を楽しんでやらせていただいてます。はい、おはようございます。あと1日で7号食終わるんですけど、女の子の日に差し掛かっていてですね、むくむくなんですよね。わかります？これ、すごくない？むくみが、はい、おはようございます、森有でございます。もう玄米は本当に見たくない。本当に一番この1週間の丸々生活の中で一番辛かったです。もうなんか、だってご飯食べてんのにおかず食べれないし、まあ、唯一ごま塩があってくれてありがとうみたいなぐらいなんですけど、本当に辛いです。はい。とりあえず、乗りたいと思います。え？すげえ減ってる！え？はい。え、すごい減ってる！びっくりした、今。77.6kg です。おー、え、めっちゃ減ってんやけど、なんで減ってんの、こんなに。めっちゃ減ってない？ 2kg ぐらい減ってる。え、でもね、来週ちょっと私女の子の日らへんなのでね、またどうせ80ぐらいに戻るんでしょうけれども、なんかでも7号食ダイエットは効果がありますね、本当に。検証結果、7号食は痩せる、でも辛い。まあ玄米のみですけどね、本当に7日間、まあ、10日間なんですけど、本当は7号食ってなんですけど、まあ、6号食とかね、5号食とかなんかそういうのもあったと思うので、お味噌汁飲んでいいやつとかね、お魚食べていいやつとかね、そういうのもあったと思うので、そういうのもちょっとやってみてほしいかなと思います。でも7号食7日間で私2キロぐらい減ってるので、ぜひ皆さん試してみてください。生理の後とかに女の子はやった方がいいと思います。私はちょっとね、また増えちゃうだろうなっていうのしかないんですけど、でもおすすめだと思います。それでは森有でした。またね、バイバイ。